野菜と春雨をナンプラーが香るスープで召し上がれ。ターメリックを使ったインドネシア料理ソトアヤムをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず鶏肉は耐熱皿に入れて材料 A をまぶし、ラップをして500ワットの電子レンジで 2,3 分加熱します。粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂きましょう。鍋に材料 B を入れて火にかけ、煮立ったら春雨、キャベツを加えて3分ほど煮込みます。材料 C、鶏肉を加えてひと煮立ちさせましょう。器に盛り、材料 D を乗せれば出来上がりです。パクチーやライムの香りでエスニックな味わいに仕上がりますよ。ぜひお試しください。